飯沼金太郎んたろう7月22日から1964年6月10日は日本の航空黎名機のパイロットアジア航空学校を創立した千葉県インバ桜町中尾代町に生まれる1915年に千葉県立桜中学校を卒業後公平中尉の沢田衆の所詮を務める1917年12月帝国飛行協会の 第3期飛行機操縦練習生となる。1918年5月10日、東京テント50年祝が飛行に参加した。同年11月16日には、帝国飛行協会研究生に進級する。1919年9月から翌年4月にかけ、群馬県小島飛行場に出張し、中島畜兵のちぐを得る。1920年4月21日、東京。 大阪間無着陸周回避行に参加するも丹沢に墜落する。1929年年11月、東京府豊玉郡杉並町馬橋に飯沼金太郎商店を開業した。1932年1月頃には事業を拡大してアジア航空機研究所を開設する。さらに1933年4月21日、アジア航空学校を及び アジア航空機関学校を創設した。航空学校は拡張を続けたが、1939年10月10日に国策により廃止となり、1940年5月6日に帝国飛行協会に寄付の形で引き継ぎがれた。この間、金太郎は1940年3月30日に民間航空功労者として表彰を受けた。 1964年6月10日、国立岩センターで死去。去年68、母所は妙教授。1933年に創設されたアジア航空学校には、1939年の廃止まで以下のようなトピックがあった。1935年12月には、東京市板橋区石寺関町に航空機関学校の新校舎が竣工する。 さらに1936年7月、中島飛行機水上試験場内に航空学校水上部を開設した。1938年4月、航空学校は第5号埋め立て地から第7号埋め立て地に移転した。ありがとうございます。